お疲れ様です。ヒーロー参上クレンジャーのヒロです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は SIC 極み魂の仮面ライダーカイザとサイドバッシャーを引っ張り出していじってみました。仮面ライダーカイザは2011年11月の発売で、販売価格は税込み1320円。一方のサイドバッシャーは2012年2月の発売で、販売価格は税込み4180円。どちらも完成品ですが、最近の他商品と比べても随分お手頃な価格設定ですね。仮面ライダーカイザは複数の武器パーツ、サイドバッシャーは変形ギミックもあって、プレイバリューの高い一品となっています。
SIC のシリーズはオークションやフリマサイトで多くの商品が出品されていますが、経年劣化や過疎材のブリードも心配なところですから、あまりにもお高い出品物の購入は出品者の方に質問するなどして慎重に検討することをお勧めします。最後に先日動画にしたオートバジンと並べてみました。サイドカーが付属することもあって、ビークルモードだけじゃなくバトルモードでもボリューム感満点です。しまい込んでいる人も引っ張り出していじってみませんか。ということで今回の動画はここまで。動画が面白いって思ったらチャンネル登録と高評価、コメントなどもお願いします。それじゃあまた次回の動画で。ヒーロー参上、クレンジャーのヒロでした。バイバーイ。